おはようございます。炎蔵です。12月14日、朝からよろしくお願いします。ということで、私、炎蔵と申します。えー、元ー銀行で為替ディーラーやってました。その後、個人投資家になって、こんな感じで、えー、情報を配信してますので、この動画良ければ、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、昨日は、まず、えー、今週のイベント第1弾ということで、アメリカの CPI 発表。これがまあ弱い数字だったということで、インフレの 原則が確認されてドル売りになったとというところですね、まあ、それはちょっと最後にして、まずは他の指標を見ていきましょうか、英国の失業率が3.6から3.7に上昇、これ予想3.7でしたね。失業保険申請件数が6400人の減少だったのが、今回は3.05万,万人の申請ということで、失業 保険の申請が増えているというとうころですねで平均賃金も6から6.1%に上昇ということなんですがこれは、えっと、結構、えー、強い上昇ですよね、うん、でやっぱりちょっと英国の経済まあ,あの雇用状況もよろしくなくなってきたという感じがしますね。 でまあ、だんだんやっぱりあの一時引退していたような50代の方が再びまたあの職に就こうというような感じになっていると、まあ、なぜならばやっぱり生活費が急激に上昇していくというところで、まあ、蓄えがあ,ある方々たちなんだと思うんですがやっぱりそこら辺が不安感というところがあるのかもしれないですね。 はい、でこの6.1%の,の賃金の上昇というのは、まあ、ちょっとあの2020年以降、ロックダウン等々で、えーまあ、ちょっとここら辺の数字が乱高下したところを除けば、えー、平時で言えば2001年の統計開始以来、最大の伸びだったということで、やっぱり賃金上昇続いてるっていうところが。 またインフレの加速原因になったりもするようですね。あと、ZEW、これも IHO と同じように、ドイツの経済研究所ですが、こちらの景気期待指数がマイナス3 6 7七からマイナス23.3、これ、マイナス26.4だったんで、まあ、改善されてるということで、こんな感じになってますね。 マイナス61.9とか前月マイナス59.2とかにお、あのー、でその後マイナス36.7に改善して今回再びマイナス23.3ということで徐々にドイツの景況感も悪くな、あのー、悪いのが最悪期はちょっと脱してきたかなというまあこんな数字になっていましたはい、えっと、その後やっぱり出ましたね、あのー 今週は CPI ですね。で、こちら総合指数が前月比の0.4から0.1%に低下。予想0.3でしたね。で、前年比は7.7から7.1に減少。これ予想7.3。総合指数、全体のやつですね。これ下がりましたね。で、詳指数に関しては、まあ、これ食料とエネルギー除く分なんですが、前月比で0.3から0.2に 低下予想0.3、これ前年比でいうと6.3から6に6%に低下、えー、予想は6.1でしたということで、総じて、えー、あの低下してたというところですね。まあ、これ見ると そうですねあの住居なんかも0.8から0.6に低下、でまあ、前年比ではまだ7.1と高いんですが、やっぱりここら辺のサービス関連の価格が落ちてくっていうことが重要だったかなと、エネルギーとかっていうのは、ここのところ、あの原油価格も、ね、70ドル台に。 落ち70ドル台前半まで落ちてますので、エネルギーとかが落ちるのは別に不思議でも何でもないんですが、やっぱりこのサービス価格なんかが、えー、低下してくることが望ましいということで、今回ちょっとそこら辺も 低下してきたたののが良かっ融通と,、まあ、とか、えー、中古車なんかもマイナス2.9%ということで、まあ、中古車はここのところ、えー、7月ぐらいからずっと価格が下落してるんですが今回特にマイナス2.9%ということで大きく下落したことによって対、まあ、前年比でもマイナス3.3に下落したというところ新車もおプラマイゼロと。 総じ、まあ、て数値としてはやっぱり弱かった、メ,メディカルサービスなんかも、あのー、下落しましたよね。で、まあ、ここら辺をえっ、ー、とーの状況を記事なんか、ベルンバーグの記事に,に、まあ、詳しく書いてあるわけなんですが、まあえー、変動の大きな食品とエネルギーを除く詳しい数が落ちてますよというところですよね。 でえーまあ、そんな記事が載ってまして、ここにちょっとまとめが出てて、ここが面白かったなと思うんですが、えー、変動が顕著だった項目、前月比の部分ですね、ここ、先ほど申し上げたように、中古車が2.9%低下、5ヶ月連続のマイナスでした。医療費はこれは0.2%上昇しましたね、まあ、冬物なんですかね。 えとエネルギー価格が1.6%低下ガソリン電気代天然ガスが下落しましたまあここら辺はいいことですよね、えー、食品価格が0.5%上昇で航空運賃が3%低下医療サービスコストが0.7%低下まあここら辺が、えー 低下、まあ、が大きかったものということで家賃が0.8%、まあ、住居費0.6%上昇なんですがホテルとかの宿泊費なんかが落ちたっていうところがあるみたいですね。はいで えー、コアの在価格、物の価格は0.5%低下ということで、サービス価格は0.4%上昇ということで、先ほど申し上げたように、やっぱり物は落ちてるんですけど、サービス価格はまだ上昇してる、ただその上昇幅が小さくなってきてるってことが、えー、いい感じかなというところです。で、まあ、これを受けて、えー、っとそうですね。あのー FRB、ハト派、波波利上げ停止のシナリオが現実的に重という記事になってますよね。ここら辺、今日いよいよ FMC なんですが、この実際の数字をやっぱりかなり低下してきてるところを見ると、やっぱりハト派税が、えー、と出てきてもおかしくないかなということで、えーまあ、今回0.5%の上昇っていうのは、 えとまあ、予想、まあ、変わらないと見られているんですが、ターミナルレートがかなり、うん、落ちる可能性も出てきてますよね、まあ、そこらへん有名なあニックティミラオスあの、有名なフェッドウォッチャーですね、えーとまあ、彼が記事を書いていて、まあ、インフレの原則っていうのが、えー、といつ、冷凍、利上げを止めるのかっていうディベート、討論が。 結構、あのー、激しくなるんではないかということで、えーまあ、ここら辺、やっぱり今回はね、さすがに0.5っていうのは変わらずだと思うんですけど、来年以降の利上げ、まあ、いきなり利下げはしないんですが、利上げの停止時期っていうのが前倒しされるんじゃないか、まあ、そこら辺がすごく今後中、あのー、材料になってくるかと思います。ただ フェドウォッチなんかを見ると、やっぱり4.75から5がターミナルレートじゃないか。それは、えっと、今回0.5引き上げて4.25から4.5、その後0.25ずつ2月と3月に引き上げて、ここで4.75から5にして、その後11月に1回0.25、12月に0.25引き下げるっていうのがこの CPI を受けた後のフェドウォッチなんで、まあここを 一時、5から5.25もあったんですが、そこがやっぱりいい頭打ちになったというところですよね。まあちょっといよいよ、まあ、今日いきなりね、そこら辺がっていう、まあ、記者会見で多分パウエルさんが突っ込まれて、そこら辺で、えー、と返答するんだと思うんですが、あのーまあ、ちょっと今後のは、そこら辺が見ていかなきゃいけないところだかなという感じがします。 で株,価株価の動きなんですが、ここがまたちょっと面白い動きにして、一時、ダウとか先物800ドル高ぐらいだったんですが、結局、一時マイナス圏になって、まあ、その後は若干プラスということで。 えー、まあ100ドル高ぐらい0.3%上昇ナスダックもナスダックは1%ぐらい上昇で SP500 も0.7%上昇ぐらいだったんですがこれ見てみるともうかなりナスダックも4%近く上昇してましたのでむしろ下落の方が大きいというところでさすがにいきなり買ってみは見たんですけどそうは言っても。 まだ利上げをしていくというところを考えると、あるいはこの1回、2回だけの CPI だけを見ると、おやっぱりさすがに株も落ちてしまったというところですよね。で、えー、まあ、こんな感じで、まあ、そうじてでもやっぱり強かったですねというところですね。で、Fear&GreedIndex、えー、なんかを見ても、まあ、グリードということで、 昨日の58から61に上昇でッ、えー、i x 指数も低下してますねこれ前日のー25%台から低下ということで22.55%ということで、えー、こちらも低下してき、えー、ましたという感じですねでチャート見てみましょうか 2年生、4.4%、まあ、ぐらいだったんですが、一気に4.15まで落ちて、その後、反発しましたということで、ただ、えー、サポートされてたところがちょっと天井圏になって、一時、あのー、2日の安値を超えたんですよね。んだから、ただ、これ、ターミナルレートが4.75から4.5ですので、やっぱりちょっと4%台の動きにがまだ続くんではないか。一方で10年歳の方でで年のなんですが、 こちらも3.6まで戻していたのが一時3.42ぐらいまで落ちたただえっと前週のこの3.4%までは届かなくてまた反発してしました,ただここもやっぱりこうサポートしていたところが今のところレジスタンスになっててここからさてどうなるかっていうのはやっぱり、F、MC 待ちなのかもしれませんね でドルインデックスを見ると、やっぱりドーンと落ちましたよね。えーとまあ、前回の安値を、あのー、超えてしまってるというところなんで、えー、こうやって見ると、やっぱり104.50あたりがレジスタンスになってきて、えー、下103ぐらいを攻めてくるのかどうか、ドルインデックスですよね、これもちょっと FMC 待ちなのかなとで、ドル円も同じような動き、やっぱり138円の戻りが重かったですよね。えー 冷やしでちょっと見てみましょうか。はい、こんな感じで、やっぱり108円のところを抜けて、戻って108円、えー、超えられずに落ちたということで、ただ、133円前回のところまでは、えー、落ちなかったというところで、まあ、これもそうですね、えー、っとやっぱり136円ぐらいのところが。 サポートになってたんで、えー、戻り高値、ね、ここのところがどうなるかというとこですね。あのー、まあ、ちょっとまだ、あのー、デイリーピポット出てないですね。で、えー、っと、ユーロドル、まあユーロドルも似たような動きにな,なりましたね。 1.06あたりがレジスタンスになってたんですがここをちょっと抜けてきてまあ一時1.0680ぐらいまでいったんですがえと落ちて1.06はでも今のところサポートしていますまあこの1.06からこの1.07の08のところですねここ戻り高値だったところここを今回抜けられるかどうかですよねでまあ去年 FMC 次第だと思うんですけどが,がこの1.08っていうのはやっぱり こう落ちてきて一時サポートされて抜けてレジスタンスになったところなんでここを抜けるとやっぱりちょっと,、えー、とドル売り加速で、えー、ユーロドルも1.12ぐらいまでの戻りっていうのがあるのかもしれません、えー、とポンドドルも同じような形、えー、やっぱりここの1.23のところを超えてきていますただ、えー、戻りここ そうですね1.25から1.26のゾーンですよね、ここが抜けられるかどうか、あとドルスイス、ドルスイスも下抜けして0.93、30、40あたりがこう抜けてきてますので、えー、さらに加速するのかどうか、要は今日 FMC を受けてあの、パイロさん、やっぱり高波的にこれだけ弱いと、少し高波的に傾くんじゃないかと思うんですよね。あまり こうイケイケになっちゃうとまたインフレが再燃するのが一番怖いんでただやっぱりまあ実際に CPI が弱くなってますんでそこの事実は曲げられないっていうところなんでそこで明日のえっ、ー、の ECBBOE、えー、スイス中銀ノルウェー中銀なんかが少し高派的になった場合あの今日 明日とまたドル売りが加速する可能性もあるんで、まあ、ちょっと今日のパウエルさん次第で明日の欧州中銀の金融政策っていうのもまた少し違った、あのー、そこでも動く可能性っていうのが出てきましたんでまずは今日の、あのー、パウエルさんの姿勢、まあ、0.5はもう変わらずあと、えー、ターミナルレート であるとかあの経済予想あとはパウエルさんの会見で、まあ、ドルの動きがどうなるのかっていうのはちょっと見極めたい今の時点ではあの際どいとこまで上がってきてドル売りになっていますがさらにここから一段ドル売りになれるかどうかっていうのは、えー、と見てから判断したいと思いますということで今日そうですね夜中3時ぐらいから、あのー、また FMC ライブやりたいと思いますので、えー、もし 起きてらっしゃる方がいらっしゃったら、お付き合いいただければなというところです。あのまあ、昨日 CPI ラ,、えー、ライブね。ユーチューブ社長とやって、えー、見ていただいた方ありがとうございます。まあ、そこからの流れというところで、やっぱり CPI 動きますね。あとは今日は、えー、アルゼンチン勝ちましたんでメッシと。 明日の勝者フランスとモロッコの勝者ということで、まあ、ちょっと FMC を見ながらちょっとちらちらとサッカーも見ながらということになるかもしれませんが夜中もし起きてらっしゃる方がいましたらまたお目にかかりましょうということでこの動画が良ければいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますということで今日も頑張りましょう。